チャオ、あっちゃんです。この前から、3部作で、ちょっとエンジンオイルの間違った知識が蔓延してるんじゃないのっていうね、動画上げたんやけどもね、その中で言い忘れてたことがありました。今日ね、3本動画編集して、3本目動画編集して、もう一回見直したら、部分合成油の安いのでいいよっていうところの説明が、ちょっとね、足りんかったと思うのね。そこ追加で今回ちょっとね、お話ししたいと思います。はい、部分合成油の前に、この動画3部作の前に、いいエンジンオイルに騙されてませんかっていう動画あげたね。その時になんていうのかな、詳しくじゃないけど、説明してるんやけどもね、他にあっちゃん動画でもね、結構説明してるのが、エンジンオイルのグループ、グループ12345っていうのがあって、はい、グループ1は鉱物油、ね、でグループ2は鉱物油の水素化生成されて硫黄分がちょっと少ない鉱物油ね。でグループ3はさらに高度な水素化生成をされた鉱物油、硫黄分が少ない、極めて少ない鉱物油やけども、日本では化学合成って呼んでもいいよって言われてる、微妙なところです。でグループ4は化学合成油、パオね。グループ5は化学合成エステル系ね。この1から4以外のもっていうのは、もう前々回ぐらいに説明させてもらってるし、何度もブログでやってます。はい、でこの中で、化学合成、これも説明はしたと思うんやけど、グループ3のこれ、グループ3鉱物油やね。要は鉱物1の鉱物油に水素を当てて高度化生成したものを化学合成油って呼んでいいっていう、ちょっとね、抜け道的なものを利用して、これを化学合成と扱うメーカーがかなりあるんですね。はい、でのオイル、大体一番最初のブログ、この3部作の一番目に言ったけども、部分合成油と化学合成油と、鉱物油と化学合成油と、その間に部分合成油、半化学合成油っていうのがあるよっていう説明してて、で、その方のブログでは、鉱物油は混ざり系が多い、不純物が多いからダメで、化学合成油はオーバークオリティすぎて使わん、もったいない、街中ではもったいない、これは前回前々回の第2弾第3弾で説明させてもらってるんで分かってもらってると思います。でオーバークオリティやからダメって言われてるけど、そんなこともないんですよね。はい、で、部分合成、半化学合成だったら何かって言ったら、化学合成と部分合成を混ぜして、いいオイルを作られてるから、これで街乗り十分だよって、しかもこれの中の一番安い部類でいいんだよっていう説明されてたところね、ちょっとそこね、説明不足やったと思うんで追加させてもらいます。はい、でこれの安いやつって言ったら何かって言ったら、部分合成油っていうのは化学合成と部分合成、鉱物油を混ぜたもんやけど、3番グループ3の鉱物油を化学合成として扱って、これとこれ、グループ1とグループ3混ぜたら半化学合成油、部分合成油って言えるんですね。それを正直に部分合成油って売って、ちゃんとね、そこそこの値段で売ってはるメーカーもあります。でもグループ1、グループ3を混ぜ混ぜ、鉱物油と鉱物油混ぜ混ぜして、部分合成、間違えた、グループ1とグループ3を混ぜ混ぜして、ちょっと性能を上げたオイルを鉱物油として売ってるメーカーはいっぱいあります。でもグループ1とグループ3、鉱物油と鉱物油やねんけども化学合成って呼んでもいいよっていう怪しいものを混ぜて部分合成油言って売ってるメーカーもあるし、日本ではこれ混ぜても化学合成油って売ってるメーカー、フルシンセティック全合成とか言って売ってるメーカーもあるんですね。その中で半化学合成が本当にいいメーカーだったら、グループ3とグループ5とかグループ4、このあたりを混ぜて化学合成と鉱物油、グループ3を混ぜて、部分合成って呼んでるメーカーもあるけど、
グループ3の鉱物油とグループ1の鉱物油までで部分合成って呼んでるメーカーもあります。で、部分合成の中の安い部類でいいですよって。高い化学合成油と安い鉱物油までで値段安く抑えることは不可能です。だから安い鉱物油と安い部分、グループ3の化学合成って呼んでいいですよって言われた鉱物油と鉱物油までで安い部分合成を作るメーカーが多いんです。ほとんどなんです。だから安い鉱部分合成油っていうのは危険ですよ、鉱物油プラス鉱物油なんですよ実はっていうお話をね、しようと思ってたんやけど抜けてました。はい、ということでこれ補足なんで、編集中に気づいたんで、はい、今回ちょっとね追加で慌てて説明させてもらいました。ね、ちょっと分かりにくいかも分からへんので、これ分かりにくかったら分かりにくいよって言ってくれたら、もう一回、1から3プラス補足を、じゃあもう一回見返してもうちょっと簡単に説明させてもらいます。分かってもらえればそれで OK なんですけどもね。はい、で、この後もね、またね、ちょっといろいろあっちゃんが思うエンジンオイルのことがあったんで、お話しさせてもらえたらなと思ってることもあんねんけどね、またその動画近いうちに撮ってあげようかなと思ってます。はい。あと、この前ね、ちらっと、あっちゃんの走行動画、ドライブ動画見てくれた人が、燃費とかって運転で変わるのってなんかで多分ね言ったんやと思う。どっかの動画で、燃費の運転がどうのこうのってなんか言ったらしくて、わーちゃんも覚えてないし、自分の動画あんまり見返さへんからね、はい、でドライブ動画とか編集の時も見返さずカットなしでほとんどパクッとアップロードしてるんで、何言ってるか覚えてないんやけどもね、だからその燃費が良くなる運転の仕方とかも教えてよとかね、だから走り方教えてよとか、あとね、もっと他の車のこと教えてよって、車の機構とか、も教えてよとか言われてるんで、そんなもしていきたいと思います。はい、またよかったらね、こんなこと教えてよっていうのもリクエストいただければ、はい、またお話にしたいと思います。あとね、あっちゃんはその、なんていうのかな、生まれて、何回も言ってるか分からんけど、車屋に生まれて、物心ついた頃から車で育ってきてるから常識っていうか、もうみんな知ってるだろうねっていうので、頭のなんていうのかな、みんなに説明するほどのもんじゃないかなと思ってることでも意外と分かってないっていうか、知られてないことも多かったりするみたいで、だからさらっと流しちゃうこともあるんだけど、この辺ちょっと説明してよとか言われたら説明させてもらいます。はい、ブログにね、ちょっと前にいろいろ書いてたマニアックなお話もしてたね、ミッションのこととか、ギアのこととかね、あと走行ライン、アンダーステアとかオーバーステアとかって、アンダーステアオーバーステアって聞くけど何とか、だから車ローダウンしたらどんな、メリットがあるのとかね、そんなことね、よう聞かれたりするから、それはね、あったりする人に聞かれて口頭でパーッと答えたりはしてるんやけどもね、そんなことも聞きたいことあったらリクエストください。コメントでもいいし、メールでもいいし、メッセージでもいいし、何でもいいです。はい。聞かれたらお答えさせてもらいます。はい。でね、あっちゃんね、動画ネタで何を話そうかなって悩んだりもすることもあるのね。で、オイルばっかり詰めて話してても、あれなんで、他のことね、聞かれたらいろいろお話もしたいと思ってますしね。はい。で、次回は、あっちゃんなりのオイルの、なんていうのかな、考え方っていうか、あれ、なんか来た。ちょっと待ってね。はい、関係ない。ごめん。メールが来たんで、はい、なんていうかな、あっちゃんがね、エンジンオイルに関して、ここが大事かなって思うこととか、そういうお話もしていきたいなと思ってるんで、はい、次回それやろうかなと思ってるんでね、またこれは来週ぐらいかな、あげんの、はい、土日は休もうかなと思ってます。はい、一応ね、自宅警備員、違う、ニートじゃないよ、自宅でネット商売やってるんで、24時間ネット商売みたいなんやけど、ちゃんと時間決めてね、何時から何時までネットのビジネスするで、何曜日は休むって決めてやらないとメリハリつかへんからね、きっちりその辺休んだりしてるのね。だから土日はネットね、注文は自動で受けるし、発送できへんし、入金確認もできへんから、土日はネットビジネスとかしないことにしてるんですね。はい、で
暇で家にいてるときは動画編集してあげたりとか、うん、はするけども、土日の動画編、アップロードも少ないと思うんで、はい、それは、あっちゃん土日ちゃんと休んで遊んでますから、はい、っていうことなんですね、はい。でまたね、雑談多分半分以上長くなったと思う、うん、っていうことでね、またこんな感じであっちゃんの動画続けていきたいと思います。ではまた次回まで、またね、バイバイ。